書の町春日井を合言葉に、春日井市では書の伝統をつなぐさまざまな取り組みが行われています。3月6日八幡小学校で開催された書の催し、その名もワークショップ。春日井市が行う書家派遣事業で、市内外で活躍する書家を地域の集会施設や学校に招いて書の魅力に触れる機会としています。この日講師を務めたのは、書道研究家門会の代表を務める竹内峰俊さんです。八幡小学校の6年生児童55人が大きな筆で大きな文字を書こうをテーマに、普段の書道と少し違う気持ちで表現する書を竹内さんから教わります。元気よく書く、君たちが書くマナーをな。竹内さんは初めに筆や墨についての基礎知識を話し、いつもより大きな筆で元気よく大きく文字を書くコツを児童たちに伝えました。続いて児童たちの練習に移ります。大きさが児童の背丈ほどある和紙に書くのは、心を込めた漢字一文字。丁寧に書くのではなく、元気の良さ、たくましさなどから自分の気持ちを表すことが今回のポイントです。いくぞー、せーの。はい、駆け上がったら名前は出て、はい、おめでとう、足を回して、上から下まで、せーの。講師のアドバイス通り、力いっぱい目いっぱいの気持ちを書に込めた児童たち。自由に書く、気持ちで表現する書だからこその、世界に一つだけの一文字を書き上げました。完成した作品は体育館をぐるりと一周するように飾り付けます。みんなでそれぞれの出来栄えを鑑賞し、児童たちはその字を選んだ理由と気に入ったポイントを発表しました。何事も自分を信じて挑戦するという理由です。うまくいったところは口のかすり方がいい具合にいったと思いました。立派でしょ、もうここに全集中だよな。講師の竹内さんも全ての作品の良いところを児童一人一人に伝えました。本当に気合い込めて、だからそれがこんな風に手で気持ちを込めて書いてやると、こんな風なものができる。そのこともちょっと覚えとこう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。自分の中ではゼロって可能性だと思っていて、いつも可能性のある人間を目指しているので、この字にしました。ここら辺のかすれとかが自分の中では気に入っています。自分を表現できてて楽しかったし、最高でした。成熟したところも未熟なところも自分の中で全て受け入れられるようにしたいからです。子どもの子のところの斜め線がすごいかすれているのと、すごい太く長く描けているところがかっこいいと思います。丁寧に教えてくださったのが良かったと思います。本当に思いを込めていっぱいに大きく伸びやかに全員が描いてくれたのでびっくりしました。本当に素敵な作品がいっぱいできましたので、筆の線の面白さだとか造形の面白さ、書くことの楽しさ、筆の持ってる、そして書の持ってるいろんな楽しみ方、そんなものをこれで感じてくれたらなと思ってやってます。次回の春日井市政だよりは合葬式墓地の募集開始をお送りします。お楽しみに。